ツイッターやラインなどを通じて性的被害などにあった児童の数が去年、過去最悪となっていたことが分かりました警察庁によると去年、全国でコミュニティサイトを通じて性的被害などにあった18歳未満の児童は1736人で統計を取り始めた8年前と比べおよそ2.2倍と過去最多を更新しました。このうち みだらな行為をされた児童が662人と最も多く次いで児童ポルノの被害者が563人と多くなっています最も幼い被害者は9歳の女の子で裸の画像を送らされていました被害者が利用していたものではツイッターが446人で最も多く前年から倍増しています他には人がで 54人がフェイスブックを通じて被害を受けています。